ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。私はマーガレット。この部屋を訪れるお客様の旅のお供を務めているものよ。また会えて嬉しいわ。さあ、彼の物語はどんな風に紡がれていくのかしら。続きをお話しするわね。あんたなんか、私じゃない！5月、6月、7月。真夜中テレビに映った人が次の被害者になるかもしれない、という関係性に気づいた彼は、先回りしてテレビに映った人たちを助けていくの。痛い目見てもらっちゃうよ。違う！あなたなんか私じゃない！てめえみてえのが俺なもんかよ！あなたなんて私じゃない！お前の正体はどうせただの。やめろって言ってるクマ！我は影、真なる我。お前たちの好きな真実を与える。ここで死ぬという逃れへの定めをな。こうなると、そしてある日、仲間を増やしていく自称特別捜査隊の前に容疑者が浮上するわ。その必要はありません。おめえ、諸岡さんについての調査はもう必要ありません。容疑者方だって。それは警察がある事件の容疑者として手配した高校生の少年。事件は解決するかに見えたけれど、残念ながらそう簡単ではなかった。行方をくらましていたその少年が、なんと真夜中テレビに映っていたの。みんな僕のこと知ってるつもりなんだ。それなら捕まえてごらんよ。例えばだ、男子高校生の A 君がいます。 A 君は何かの拍子であの世界に入れるようになりました。 A 君は何かの動機から命を奪う目的で人を次々とテレビに放り込みました。別の世界なんて警察には証明できない。それは絶対何かの拍子でテレビの中の異世界に人を落とすことができるようになった容疑者は、次々に命を奪う目的で人をテレビの中へ落とし続けた。そして警察に指名手配され、ついには逃げ場を失い、自らテレビの中の異世界へ。逃げ場がありません。ああ、もしかして逃げ込むために自分からあっちへ行ったってことっすか？捕まえてごらんよ。何これ、ゲーム？そう挑発するように笑う少年を追って、彼らはテレビの中へと入っていくことになるわ。チャンスチャンス、いこっけ！これで終わりだ！そして襲い来るシャドウたちを打ち破り、ついに彼らは容疑者の少年の確保に成功する。なんでだよ、ちくしょう。で、こんなくだらねえやつに。警察。え？何ぼさっとしてんだよ。こういう時の110番じゃねえすか。警察に引き渡し、事件は解決。そうだな。穏やかな日常が戻ってきたかのように見えたわ。まだ事件は終わってはいなかった。皆さんこんばんは。ある夜、再び灯る真夜中テレビ。白金直人。そこに映っていたのは、新たに彼と同じ高校へ通い始めたばかりの後輩だったの。僕がこれから受けるのは人体改造手術。禁じられた素晴らしき秘宝。あなた方は今こそ目にするでしょう。この僕の新たな旅立ち、新たな誕生の瞬間を。
ようと。僕はお前なんだよ。違う。我は影、真なるは何？君らも自分にうんざりしてる人？いいよ。なら特別手術を始めよっか。君はいつだって僕の中にいた。なんとか後輩を助け出した彼らはさらに絆を深め、真実へと近づいていくわ。いや、真犯人は一体誰？大人の男になることじゃない。ありのままの君を受け入れることだ。季節は秋、彼らを待つ結末はどんなものになるのかしら。